今日の運動は病気の後や捻挫などが治ったばかりの時に行うと良いストレッチです。いつも運動している方もあまり運動していない方も、運動する前に少し体を動かすことを忘れないでください。私は発明したゾンビダンスでこわばった筋肉をほぐしていきましょう。こんにちは、ビディです。はい、大家好、我是ビディ。皆さんは簡単な動きで突然怪我したことがありませんか？実は先週動画撮影するためにウォーミングアップもせず簡単な動きだけをやってみたら、あっという間に腰をやられてしまいました。その時は少しねじっただけで大丈夫だと思いましたが、 2,3 日にするとね、繰り返しやくしゃみをするのさえも痛くなってしまったのです。皆さん、まさかペリカって信じられなかったみたいですね。ウォーミングアップがとても大事であることを常に意識している私でも油断は大敵ですね。なので、いつも運動している方もあまり運動していない方も、運動する前に少し体を動かすことを忘れないでくださいね。さて、今週は怪我から回復したばかりの私と一緒に、私は発明したゾンビダンスでこわばった筋肉をほぐしていきましょう。無理せず体少しずつ動かしてからやりましょう。頭も軽く、腰柔らかく、少しずつ体を少しずつ柔らかくして、体たちからあまり入れなくていいです。右左ねじます。腰まっすぐして、気持ちよく動かしましょう。しばらくこの動作を続けてやりましょう。次はやりながらかかと少し床から離してください。動作少しずつ大きめにいきましょう。すごく気持ちいいですよ。とにかく腰の方に柔らかくさせて筋肉を楽にさせましょう。次は足元を大きめに動いて床から離してください。で、腰のねじ方も大きくします。背中まっすぐにして腰右左柔らかくさせてください。次、両手横で腰、上下、上下で柔らかくさせましょう。無理せず、お尻少し動かして。そうそう、リズムと一緒に。次は腰ねじながら肘上下上下で体
体の横に柔らかくさせましょう。とにかく気持ちよく動きましょう。足動きながら肘後ろに回って右左交代交代でやります。手の動き高く大きくしなくていいですよ。ちょっとだけ動かせばいいです。は前に回ります。同じ手高くしなくていい。できる範囲だけでいいです。とにかく背中と腰ももの方から柔らかくさせましょう。手大きく伸ばして足も動かしましょう。ゾンビみたいな感じで怖いですよ怖いですよ。伸ばしてね。これで少しずつ体も柔らかくさせましたね。最初からやります。腰下ろしましょう。おばあちゃんみたいな動きなんですけど、これで腰を少し楽にさせましょう。終わったら同じ動きで腰まっすぐ伸ばします。は腰を下ろしながらかかと少し床から離します。次同じ動きで腰まっすぐにさせます。下ろしながら右左行きます。両手体の横にしましょう。同じ動きで腰まっすぐにして、腰右左に上下上下下ろします。腰下ろしながらねじます。右左交代交代で。で同じ腰はスープにさせます。
腰下ろしながら肘後ろに回ります。右左交代交代。腰まっすぐにさせて、同じ右左交代交代で、動きが大きくしなくていいですよ。次、腰を下ろしながら手前、右左前に回ります。腰まっすぐにさせて、肘前、右、左、足も一緒に動きながらやりましょう。次はゾンビの手で伸ばしていきます。腰も下ろして、怖い怖い、大きめに怖い怖い。最後思い切り腰伸ばして、怖いゾンビで最後まで。ハロウィーン、気持ちいいです。お疲れ様でした。しっかり汗かいてました。気持ちよくほぐれましたが、1週間無理な状態が続いた後は筋肉はより硬くなります。動作はゆっくりと行い、筋肉無理に引っ張って、せっかく回復した場所を再び行かないように気をつけてくださいね。朝起きたばかりでウォームアップのストレッチをしたい方もこのエクササイズをおすすめします。来週は中国バージョンの体幹トレーニングです。どうぞお見逃しなく。それではまた来週、我们下周见、バイバイ。